はい、ようこそチュラミキッチンへ。朝のね7時半なんですけど、はい、暑くなる前にやっちゃいます。沖縄はもう少ししたら梅雨入りします。梅雨入り前にやっておきたいことの一つとして、まあこの増えるタイプのものはね、今が旬です。もう増え時なので、このあたり増やしていきます。同じ種類のようなんですけど、ちょっとこの辺オーロラ入ってますよね。オーロラ、虹の玉、こっちは虹の玉なんですけど、こっちがちょっとオーロラって言います。そしてこの辺がちょっと落っこっちゃった葉っぱの葉差しだったりを、もうこのポイポイトレーに入れていくんですが、このポイポイトレーがもういっぱいなので、この辺りはもう別の鉢に植え替えて、新しい土に変えて、新しいポイポイトレーを作ります。すごいですよね。これも葉っぱ置いとくだけでこんな風になるので、もう増やすのが最近は楽しみです。これもちょっと置く場所なかったから、ちょっと入れておいたらこんなに立派になったので、これもちょっとね取り出していきます。はい、沖縄も増やすなら今、植え替えをするなら今です。梅雨に入ったら、真夏になったら何もいじらないでください。では始めます。はい、まず虹の玉を増やしていきます。これ必要なものはハサミ、ピンセット、そして軽石で増やすこの容器です。これはもうちょっと前何かに使ってたものなんですけど、これ私は網戸にね、余ったものを使ってます。そして多肉用の土、私は普通のこの時期だったらお野菜とかプランター用の、この土に、赤玉土だったりとか、あとなんだ、カヌマを混ぜてます。そして忘れちゃならないのがオルトラン、虫よけですね。害虫防止のちょっと粉なんですけど、これを必ず入れましょうと言いながら、取ってくるの忘れたら取ってくるね。あ、家族まだ寝てるんだけどね、この席すごいんですよ。家の中が見えるのだから、長男がいたずらしたりとか、トイレ行こうと思ったらすぐ走っていけるの。そしてこれちょっと100均で売ってたんですけど、細かい部分を切るのにすごく楽です。もう根元からいっちゃっていいんです。でこんな感じで取っておきます。もう これ密集してるじゃないですか。密集してると梅雨とかなった時に蒸れの原因になります。そしてせっかくここまで育ったのにダメになってしまったりするので、結構思いっきり切ったところからどんどん生えてくるので、あとやっぱり本当に沖縄は梅雨が多分ね、他の地方より長いので気をつけないといけないですね。梅雨時期はほぼ水やりはしなくて OK なぐらいな感じです。本当に週1回ぐらい。この秋春はちょっと乾燥するので、結構水やりはね、2、3日に1回やったりとか、乾いたなと思ったらやってるんですけど、梅雨時期とか夏はねカラカラに乾いてるから、やりたい気持ちは分かるんですけど、ぐっとこらえます。やるとしたら夕方ですね。もう日差しが強くない時にやっていきます、ね、こんな感じでやっていきます。そしてまだちょっといっぱいなので、今がほんと増え時なんですよ。なので増やすなら今です。でこのちょっと根っこがあるの分かりますか。こんなのがあるとこっからまた生えていきますので、はい。でこれは新しく生えてきた方ですね、ちっちゃくね。でこっからまたどんどん小株が出てきますので、ご心配なくです。はい、そしてここで気をつけないといけないのが、これだとちょっと土に入る部分が少ないので、この辺りをちょいっと取るときに優しく本当にこう曲げてあげる、
そうするとここの部分が成長点といって、まだこっからまた小株が出てきます。なのでこれも捨てないんですよ。これをトレイの中に入れといて、ポイポイポイってポイポイトレイを作ると、何ただ刺すだけ、ポイポイトレイを作るとここからまた赤ちゃんがいっぱい出てくるんです。でその赤ちゃんが出る時期が今です。春、もう梅雨になる前、もういつ梅雨が来るかドキドキしているので、昨日はアガベをちょっと解体して増やしました。すごいのよ、アガベが2つね、またちょっとこの動画が長くなりそうなので、アガベの動画がね、土がなくて買いに行ったりとかして、まだ全然できてなくて、でポットも足りなそうなので、1つのポットに2つアガベが入ってるかなと思って解体したらね、結構いっぱい小株が出てて、解体したら6個7個ぐらいになったんですよ。なのでもう超もう本当にワクワクですよ。もうどうしよう、アガベ天国っていう感じで。でも持ってる鉢がちょっとちっちゃすぎたので、また買いに行かないといけない。だけど今日は土曜日、長男の事業所がお休み、スタッフがコロナなんだって。だけどうちの子はもうちゃんと PCR 検査もして、鼻からやるやつね、濃厚接触でもないので、一応なんか自宅でのんびり過ごしております。月曜私が PCR なので、月曜には行ってもらわないと困ります。そしてさ、あれも行きたいんだよね、鉢も買いに行きたいんだけど行けないっす。はい、こんな感じで、はい、簡単、めっちゃ簡単。はい、よろしいですか。はい、でこれもちょっと詰まってきたので、こんな風に切っていきます。でこれをなんでポイポイってどういう意味かというと、この辺のこれをもうポイポイポイって置くだけ。そうするとここから根っこが生えてきます。で生えないものもたまにあります。こうなって成長点が傷ついてるものとか、もうちょっとなんか根腐れしちゃってるものとかは取ってください。そしてもう今日はね、ここ空いてるところに任せようかな。そ